低カルシウム血症の患者で見られる特徴的死くらいのことである。しかしながら、正常人の1から4%でもトルーソー、徴陽性となるという。この兆候は、低カルシウム血症で、反射更進やテタニーなどの症状が出る前に陽性になることが多く、低カルシウム血症の感度は94%と、クボステック兆候に比べてはるかに高いことが広く、知られている。 過感気症候群、呼吸性アルカローシス、低マグネシウム血症でも起こることがある。トルー相長校は、血圧系のマンシェットを上腕に巻き、収縮気血圧より高い圧を3分間以上かける、ことで出現する。この手技により、上腕動脈が圧迫され、血流が途絶する。低カルシウム血症の患者では、これに続く神経筋刺激反応性により、手と前腕の筋連縮が起こる。 手首と中手施設関節が屈曲し、遠指接管関節と近指接管関節が進展するほか、手指は内転する。この兆候は、助産師の手内し、三回の手と呼ばれることもある。1861年にこの現象を初報告した、フランスの内科医、アルマントルーソーにエポニムが与えられている。同じく、トルーソーにエポニムが与えられているが、 悪性腫瘍に伴う血液凝固異常を指すトルーソー症候群とは別物である。ありがとうございます。